かけはあのパリで、東京アイっていう展示会をやったんですけれども、そこであのちょっとリズリサがやっぱり他のブランドさんとはちょっと違う感じで多分目立ったんですかね。はい。ブランドイメージがパリの女の子なので、パリの女の子がそのシーズンごとにおしゃれを楽しむお洋服をコンセプトとして作っていて、新しいものをどんどん取り入れていくような、洋服を毎シーズンごと展開しております。お洋服でしたらトレンドを取り入れるんですけれども、今回のショーはトレンドの方は取り入れずに本来のなんかリズリサを表現したものになってますので、11周年を迎えたんですけど、もうそのリズリサのブランドのちょっと集大成っていう形で、もうリボンだったりお花いっぱいだったりレースだったりとか、そういったものをふんだんに取り入れた、ショーになっています。